飯出町は山形県の南部にある人口約7000人の町、日本で最も美しい村連合加盟地域の一つ、町内を流れる白川の源流、飯出山の麓の町であることから昭和29年の合併で初めて飯出の名がついた。飯出山の名の由来は飯出山の3名の由来の項目を参照。飯出町議会を参照。 南房総市1996年11月24日、旧地倉町と友好都市町院本町、中区子ども会育成会役員と南房総市、七浦子子ども会育成会の役員が、相互訪問したのが始まり、本町第一小学校5年生と市の七浦小学校5年生とが、毎年交換会をしている、11月上旬に開催される、いいで秋の収穫祭で、 南房総市からの出展もある。桶川市2017年2月25日有効とし、町院2004年より、飯出町中津川地区の中津川村づくり協議会が取り組んだ山村留学の PR のため、当時の東京飯出会場の紹介により、桶川市役所を訪問。同年7月桶川市と川口市から30名の児童が3泊4日の短期留学に参加。 以降一年間の長期留学も受け入る。飯出町立中津川小中学校の閉校と同時に、山村留学受け入れが終わったが、現在も11月下旬に、桶川市で開催される、桶川全国、ふるさと祭りをはじめ、中津川雪祭りなど、相互訪問を中心に幅広い交流を継続している。災害時に、相手からの要請に基づき、 職員の派遣や物資提供などを行う災害時応援協定も同日に調印された平成18年度公立病院債務については病院特例債などを活用するものと思われる西二町にとって広域病院経営問題は財政的に大きな問題と思われる米沢牛の約半数が本町から出荷されている体脂肪率を計測し基準を超えた牛の実を 米沢牛というブランド品にして出荷している。飯出牛と、米沢牛とは、同じ農家が育てている牛である。ドブロック特区の認定を受け、釜の湯温泉飯出旅館、白川温泉白川草で製造、引用が可能。町内では、ドブロックケーキ、ドブロックまんじゅう、ドブロックもなか、ドブロックソフトクリームなどが商品化されている。川東山地区にある、工業団地にはおよその企業があり、 主に第二次産業である製造工場が多い国道113号線沿いの立地であるため物流のアクセスなど好条件である2016年に山形台が8億円町が7億円を負担する形で萩生地区に整備された土地建物は町が所有し10年契約で同大に建物を年1000万円で貸していたが2019年12月 十分な活動実態がないことを理由に、山形大学からセンター閉鎖の意向が告げられる。その後、町に混乱や賛否両論が起こったが、2020年2月、センターの存続が発表され、山形大学が一連の経緯を町に謝罪した。センターでは、主にリチウムイオン電池を使った蓄電デバイスの研究や、子供向けの体験スペース、いいで子供研究所などを設けている。 萩牛郵便局白川湖の水没林町内には4つの温泉がある。釜の湯温泉、飯旅館、添川温泉、白鷺荘、白川温泉、白川荘、人湯の沢間欠泉である。中学校小学校町内には、東日本旅客鉄道米坂線が走っており、萩牛駅、宇前椿駅、手の小駅がある。この内町の中心部に、 最も近いのが、宇前椿駅で、町観光協会が併設された、簡易委託駅となっている。観光協会職員が、切符の販売をし、新幹線の指定席予約などの業務も行っている。指定席の電話予約も可能。タフタ駅は完全な無人駅である。東日本旅客鉄道米坂線萩生駅宇前、椿駅での小駅路線バス以前は、町営バスが運行していたが、 現在は、高齢者などの交通弱者を含めた、全町民を対象に、自宅から目的地まで乗り合いタクシー方式による送迎サービスを行う、デマンド交通、微笑み、カーを運行している。都市間、バスザオ号、一般国道主要地方道一般県道川西、小国線と、竹谷上八千線は冬期間閉鎖され、通行止めとなる。 大規模林道平成25年6月15日開通、同年7月17日の集中豪雨にて、福島県山都町側入地区の一部が崩落、通行止めだったが、平成27年7月、通行止め制限が解除された。なお、当期間は閉鎖され、通行止めとなる。ありがとうございます。